上マナブ18号です。来ました、甲子園球場来ました。はい、今日からね DeNA ベイスターズとの3連戦でございます。いや昨日おとといとね、まあ連敗しまして、久しぶりの連敗けどね、まあ焦っておりません。まだね貯金10ありますんでね、首位なんで全然、たまにはこんなんありますよ。全然焦ってへん。今日はねちょっとこれ買ってきました。はい、これです。はい、阪神タイガースシークレット動く選手絵はがきっていうことで、はい、シークレットなんでね、誰が出るかわかんないですけども、ちょっとね開けてみましょう。ちょっとねあのカメラマンがいないんでね、はい、いきますよ。2個買ってきたんで、はい、1枚目、じゃん。おお、皆さんわかりますか。あ、こうか、こうか、おーおーおお、こう、はいはいはい、こう佐藤輝明選手。おお、ちゃんとほんまにポストカードなっててね、ここにデータが載ってますよ。うわ、かっこえない、かっこえない。もう1枚買ってきたんでいきますよ。誰やろ、いきますよ、じゃん。おお、糸原選手、糸原選手でございます。はい、佐藤輝明選手と、糸原選手。おお、いいねいいね。はい、ということで、はい、早速ね甲子園球場行ってきます。ベイスターズね10連敗中なんで負けるわけにはいかん。はい、甲子園球場行ってきます。はい、甲子園球場入りました。今日はですねちょっと連敗してるんで、気合を入れてこれを買いました。じゃーん、飛騨牛すき焼き重。はい、高級、ちょっと高級なねお弁当買いましたよ。じゃーん、おお、これは絶対うまいやつ、もう食べんでも分かるやつ。卵、おお、いいね。卵割ってちょっと混ぜちゃおう、すき焼きにしちゃおう、これすき焼きにしちゃおう。はいはい、いただきます。ベイスターズ4回戦まもなく開始でございます。うん、柔らけー、一瞬でもお肉がとろけてなくなる。はいはいはい、さらに貯金を増やしましょう。マジでうまい、マジでうまい、とりあえず柔らかい、とろける、うまい。これ食べてパワーつけて応援頑張ります。サナ選手にタイムリー。やっぱり。あー、しだし。あー。で、はあ、阪神が止めるんかい。3連敗やがら。なんや今日の試合、なんや今日の試合。とりあえずね、あの藤浪晋太郎投手が今日は荒れまくってた。5回、4回投げて、5回の先頭打者までか投げて、ファーボールが6個、デッドボールが1個、最後デッドボール1個出して交代ということで、今日はねさすがにあかんかった。まあ、藤浪晋太郎投手ファンですけども、その僕でもねちょっとねフォローできんぐらいのね荒れ方、あ
ダメやったな、まあ、大山選手のホームランで、まあ、1点返していけるぞいけるぞと思ってたんやけども、ババ投手ババババダブルプレーでチェンジを持ったら二塁悪送球、外野へそれて、ピンチ満塁作って、そしてね神里選手に一二塁間を破るヒットを打たれて、そこでテールテール佐藤輝明選手が、ボールをそらしてランナー全部帰ってきて、神里選手まで帰ってくるっていうね、一気に4点入りました。もうボロボロ、守備がボロボロ、もういつもの阪神に戻りました、いつもの阪神に戻りました。もう反撃できず、はい、まあ負けました、7-1か、負けました。もう今日はね、もうしゃあないしゃあない、まだね、まだあの阪神首位なんで、あの貯金 9あるんでね、 まだまだいけるぞ。切り替えて、明日勝ちましょう。はい、それでは、皆さん、さよなら。それと最後ね、最後にね、もう1枚だけね、動く選手絵はがき、シークレット絵はがきをね、買いましたら、はい、藤波慎太郎投手でした。はい、こんな感じね、こうかこうかこうか、はいはい、渋い渋いよ、頑張ってよ、次はほんま頼ますよ。はい、帰ります。